見つけたわよ。こんなとこにいたのね。それ！
王子様の高貴なお体、うん、魔獣ごときが調子に乗るな。安心に値する、うん、この生物を見晴らしにしてもいいくらい、一匹残らず一方も残さず、死ね死ね死ね死、存在ごとこの世界から死んだ。これで大丈夫。王子を傷つけるものは決して。それではお怪我を治しますね、王子さん。そんな、王子様が優しいから私たちに。うんうん、女の子扱いされて、私たちを便利に使って楽することも。でもこれで私ガンガン戦って、王子どれほど勇敢で強くても一人ではどうにもならなくなる時もある。だから私たちを同行させ、私たちに何かあっても王子様がそばに、私たちも、私たちと王子が一緒ならお互いに助け合う。嬉しい、やったやった、ありがとう。王子と一緒のパーティー、王子と一緒のタップ、私も私も私も、フレイネーム、何言ってんのか。お、こうなったら誰が王子と一緒に寝るのか、実力で望むところよ。絶対私が勝って、王子くんとの初エッチゲットするんだから。死ねえ、二人とも空の彼方まで吹っ飛べ。二度と王子くんに、二度と王子の前に出られないような顔にして、生きていることを呪うような。ほら、二人とも避けたら。ねえねえ、頭吹っ飛ばされるのと、お腹ちょこまか動きまくって鬱陶しい。まずは足を地面に串刺しにして、このままでは、うん、切り刻めないのは不本意だけど、永遠の闇に封じ込めてあげる。未来永劫。はい、お、うん、了解。王子がそう望むなら、その、あ、そ、私はやっ、おすすめの本選んでおく。楽しみ。王子様、やはりこの依頼は怪しいです。今までにな、あの依頼人の態度がどうにも。でも、そう、わかりました、私も一緒に参ります。二人で倒してやりましょう。王子様危ない、フレイムアロー。それ、いや、王子様、範囲魔法で一気に焼き払います。少しの間、すべてを押し流せ。いいえ、王子様、また得した。いいえ、何でもありませんわ。さあ王子様、ただいまも、いいえ、いい、それなの。しかもそのカエル、ですがご安心くだ。はい、王子様があれほど、王子様は大変にお疲れでしょう。しっかり食べたら、目の中身を変えられず、今日の日にも立ち向かう、その野菜ですが、大好きな王子どうか、民を思うのと同様に、ご自身も大切にしてください。私たちは、あなたと分かっていただけたのですね。ありがとうございます、王子様。